こんにちは、アムールチャンネルです。アムールチャンネルは宇宙から地球に移住してきた皆様の人生がより良くなるようにということで、地球上のレジェンドをお迎えしていろいろ情報を発信している番組です。はい、というわけで今日もですね、ユミネーに付き添っていただきまして、じゃん、ユミネー一緒に福島県二本松に三幸あだたらベースさんの佐藤社長のところにお邪魔しております。よろしくお願いします。魔術か医療かでしたっけ、本、はい、そうですね、本のタイトルは、はい、そ, のそのぐらいですね、不思議な体験を。ゆみさんは何でしたっけ、メタトロンちょっとやったことがあるんですけど、それとはまたちょっと違っていろいろ治療も今回、まあ、内容といたしましては全身をスキャンするっていう感じですか。はい、そうですね、あのヘッドホンをして、はい、10ヘルツ以下の低周波を脳の脊髄系から各場所に送って、その帰りを見るっていう波動測定器、サイマーティクス療法って音信共鳴器なんですけど、346箇所体の各部、あの詳細まで、調べることができます、はい、機械です。ニュースキャンね。というわけで、私とユミさんは全身をスキャンしていただいたんですけど、ユミさんいかがでしたか。はい、どこ悪かったですか。あちこち。あやちゃんほどじゃありません。そうなの、はい、私ね、肉体がね、ボロボロだったんですよ。はい、びっくりしちゃった。自分結構重症なパターンですかね。あの本当にあの最後に言った通り、やっぱ気力で頑張ってたのかなって感じで、本当に肉体的にはちょっとお疲れモードでした。はい、あと先生、あのいろんなあのところですよね、その内臓だけじゃなくて、はい、骨神経とか、なんか どういう部分が見られるのか、チェックできる。もう全身ですね、各、まあ、細胞レベルで、はい、でしかもあの DNA レベルまで全部測定できるっていうのはこの機械の特徴なんじゃないでしょうかね。日本に何台ぐらいあるんですか。日本にはもうこのメーカーさんって随分販売されてます。うん、あの有名な方でも何でも芸能人なんかも結構買われて、あの自分で使われてる人、メンテナンスされてる人はいます。あとはもうサロンだったらば、まあ、お医者さんであったり美容室であったり、あと漢方をあの処方するのに、そのこの機械を使って全身スキャンしてからデータをもとに漢方処方される漢方薬をしておられますし、はい、あくまでもチェックであって医療行為ではないではないですね、はい、一応この体の今の状態を見るっていう、まあ、要するにあの天気予報ってあるように健康予報ですね、健康予報の方で、はい、してチェックしていただいて、まあ、ちょっとお疲れの部分をこうどうしたらいいかなっていうか考える機械で、そもそもその機械自体もその量子セラピー、メタセラピーっていうので、こう正しい情報を送って元に戻すっていう作業はできます。はい、こういうのを始めたきっかけっていうのは何かあるんですか。もともとはあのその健康食品で、あの霊視っていうものを、まあ、20年間、まあ、ずっとやってきまして、まあ、体でやっぱ口から入れるエネルギーっていうのが一番大事で、結果を出すのには結局やっぱり精神的な精神世界と、あと外面的なものから、3つの要素から追ってった方が早いっていう、いうのが分かってきて、まあ、整体もやりましたし、スピリチュアル系 の, そのセッションとか、そっちの方をやっていくさなか、まあ、やっぱりよりあの数多くの人に見えない世界を見てほしいと。やっぱこう手かずししてこうどこどこ悪いですよって言っても、ちょっとオカルト的に見られてしまう。それをあの画面を通してすぐその場で見れるっていうのが、もう素晴らしい機会だなって出会えて、モニターでその場で自分もね、はい、そうですね、はい、その色と数字でこうバーって全部出ますし、そうですね、はい、肉体のことも分かるし、はい、精神状態も分かります。はい、感情の部分とか、はい、あとチャクラチェックみたいな、チャクラチェックもできますし、はい、あと1ヶ月間起きた症状も分析できるし、まあ、何がきっかけでそうなってるかっていうのを追って、あの掘り下げることもできますね。分かったの、私3日ぐらい前にヒステリーってなってて、あるんですよ、ちょっとイラッとした記憶が、あれストレススキャンですね。あ、そうなってるんですよね。はい、一応ニュースキャンと、ね、今日やったのはストレススキャンと、はい、あとボイススキャンですね、3つ今日やってますんで、はい、でも総合的に見てで治療していただいたわけなんですよね、私たちちょっとね、はい、私もユミさんもちょっと腰があまり良くなくて、ちょっとやってね、やっていただいたらやっぱり治療の方は AWG、 あ、そうですね、はい、AWG を基本で、あの、メインでちょっと治療させていただきました。はい、AWG の仕組みっていうのはどういうことになってますか。あれはあの本のタイトルにあるように、69種類の周波数、素粒子を、束を体に照射して、で、もともとあるその血液中のソマチットに働きかける、マイナスイオンを送り込むっていう機械なんですね。
なんかこういうこういうパッドみたいのを私の場合はこう腰と首のところに貼りまして、はいね、で全体でよくねチンチンチンってくるような、はい、低周波なんですけど、ちょっと特殊で、で元々その周波数はレイモンド・ライフ博士が研究されたその周波数プラス、うん、ニコラ・テスラの原理のプラズマの融合で作られたあの機械 AWG って、はい、まさにもう素晴らしい機械。じゃあシメラジってこと。タイトル通りそうなんですよね。はい。気だったわ、うん、こんなに細かく、うん、いつ何にストレスが感じたかまで遡って出て、ね、肉体の DNA の傷つき方とか、ね、エーテル体のどこが傷ついてるかとかが分かって、はい、修復していただけるっていうのは、うん、寝てるだけっていうのがいいですよね、私たち。そうですね、特に頑張ることなく、はい、寝ていれば治っている。結構もう究極の癒しの機会なんで、結構もう気持ちよくて皆さんの本当にいびきかかれてずっと寝てる方が多いですね。で病状が重い人ほどやっぱずっと寝っぱなし。例えばあの癌とか、はい、そういった大きな病の方の、私のとかゆみさんの場合は、はい、全身ずっと全体的にダメな感じだったけど、はい、箇所どこかとても悪いところとか、はい、ポイントの人も治療は、はいはい、もちろんそちらでも、はい、あの治療可能です。はい、これは初めても何年ぐらいなんですか。もう5年目になりますね。はい、こうじゃあ改善された方もいっぱいいらっしゃる。あ、もう治ると皆さんここ来ませんね。あ、なるほどですね。もう良くなってしまうと来ないか、もしくは1ヶ月1回メンテナンスに来るぐらいで、はい、病気の状態とかにもよるんでしょうけど、何回ぐらいその例えば AWG をやると治ると思ってます。あ、そうですね、やっぱおっしゃった通りその人の症状によって、うん、やる頻度とかは変わります。効き目も変わりますし、はい、これはまあ膝が痛い腰が痛いぐらいでしたら大体、うん、2、3回で結構、まあ本当に状態良いと1回で改善するパターンは多いですね。来ないことが良い頼りみたいな。まあ言われてみると、うん、仕事でやってますけど、うん、あの結局そういうことになりますね。 あの人は来ないから治ったんだなと、多分良くなったんだなとか。でそんなにお値段もなんかねすごい高いかと思ったら、ね、はい、そうでもなく、はい、だからその分こう一気にこうバランスよく整える療法というか、あの私のレシピでやっていくんで、はい、時間はかけますけど遠くの方通っていただかないようになるべくバランスよくやってます。あ、1日で済むように、はいはい、本来であれば本当は通っていただくのが一番、はい、いいんですけど、日本町ですからね、はい、私東京からちょっと遠い、そうですよね、遠い方ですと、はい、とね、ぜひちょっと私は矢作直樹先生をお連れしてちょっとこうね、そうね、なんかさちょっと矢作先生ぜひぜひっていう感じです ね、なんかあの矢作先生の方をこちらで紹介していただけるけど、そうだよね、すごいご縁で、はい、ね、私自身もちょっと読んで、その本が一番気に入ってて、ヒーリングセッションやってる頃からその本知って、で、あ、これは皆さんに役立てるなと思って結構みんなにあげちゃったりとかしてたんですけど、ありがとうございます、はい、来ていただいて、はい、もちろんです。じゃあこちらはあの3月19日出ます、出ましたっていうんですかね、神様からのお便り、ワニボックスからこれ以上新刊ですので今日先生にお持ちいたしました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、いただきます。はい、これはあのちょっと小説仕立てで、あの八木先生の難しいお話を中学生でも分かるような感じで、はい、簡単にした本なんですけど、ね、萩先生の生き方ってちゃんと実践していたら、うん、あのチャクラとかこうピーッと開きそうですね。そうですね、はい、ね、まさにその通りで、書いてある通り実践してれば、ただなかなかその実践がうまくいかないから、うん、生活習慣病という病気が、うん、そういうところもさ、ここに来てピッピッて直してもらったら楽ですよね。そうです、寝てる間に治療されてる。そうそうそう、私肉体はちょっとボロボロだったんですけど、精神状態は良かったので、よしとして、よしとして。ただもうほら、だんだんね、もう今ちょっと更年期も終わりかけですけど、はい、年齢も年齢になってきたので、ぜひ通院して、あの精神がいいだけじゃなくて、肉体の方も改善していただきたい。そうそうそう、でもそこ改善したらちょっとこう、たっと見も若返りますかね。そうですね、もう今言われた通り、やっぱりあのスキャン通して意識されることが一番の健康だと思います。やっぱり今まで気づかないところを気づいていく、そしてじゃあ自分で意識してどうしていこうかなっていうのが一番の意にかなった、まさにそれができる機会です。というわけでですね、今日1本目は佐藤社長のお話とともに AWG とニュースキャンですね、ニュースキャンのご紹介でございました。
では2本目もちゃんと深掘りさせていただいて、はいはい、というわけで、1本目は終了になります。ありがとうございます。いいねとか面白かったよという方は、グッドマークを押していただいて、番組の登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ストーンヒーリング、はい、周波数とか今の体調に合った石がこれですよってデータ上で弾き出す、データ上で弾き出してるんですね、はい、周波数をヘッドホンから通して部位のセラピーに活かせるっていうことができます、はいはい、まあ要はそれを水を飲めば治っちゃうと、はい、そうですね、肝臓の自分専用のお水ができるっていうことですね、はいはいはい、だから見えないものを見える化したスキャンってことですね、うん、そうですね、すごいですよね、はい、もともとこの機能世界って子供の頃ちょっと体感したのは、うん、こう手に取ってこうやってずっと気を送るような、生き返ってしまったという、顎関節症から腰に来やすいですね、うん、だもうここの歪みって一番体のバロメーターで、うん、なかなか冷えに関しては皆さん自覚されてる方は少ない、うん、要するにもう自律神経が狂っちゃってるんで冷え症で、で実はすごい呼吸っていうのも大事で、うん、そこで大事なのはここと腰と膝と足首、うん、はい、これ全部治療していくとバランスよく、古来からやっぱりあの部屋の四隅にポイントの水晶を置くだけで、うん、結界四隅エネルギーフィードができるっていうぐらい、あのこれから使われてきてます、うん。